こんにちは、ここです。今日は皆さん、今私絶賛嵐ロスです。もうずっと活動休止してから嵐ロスがもうねずっと続いているっていう感じなんですけど、ちょっと今回はそのことについてなど、心境の変化とか嵐のことについて語っていきたいなと思います。ということで、私の動画では嵐関係の動画などをよくアップしているんですけど、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。結構ね、私と同じようにずっと嵐ロスですとか、ずっと悲しい気持ちになっていますっていう方も多いかなと思うんですけど、そのことについていろいろ私もそう感じているので語っていきたいなと思います。今撮影しているのが3月くらいで、嵐が活動休止になってから3ヶ月くらい経ったっていう感じになっているんですけど、もうなんかずっと2021年明けてからそういう気持ちになってというか、なんかずっと嵐ロスっていうなんか悲しい気持ちになったりとか、なんか嵐の曲とかを聴いてると涙が出てきたりとか、なんか悲しい気持ちになっちゃう。でも嵐の曲はなんか寂しいなって思った時とか、嵐を感じたいって思った時とか、あと車に乗っている時とか、もう本当にたくさん聴いているっていう感じなんですけど、なんかその嵐ロスを埋めるためにずっと過去の動画とかを見たりとか、結構曲とかを聴いたりとかして埋めているという感じになっています。なんか嵐ロスがずっと続くって思ってはいなかったんですけど、なんかずっと1月から3月今まで嵐ロスっていう感じで、なんか足りないっていう、なんか心の中に何かが抜けたような感じがっていうのがもうずっと続いていて、慣れるのかなって思ったんですけど、全然今のところ慣れていないです。でね、結構そのなんか待っているのが寂しかったりとか、待っている自信がないとかっていうので、結構単売りされていて違うグループに行ったりとかっていう人もいると思うんですけど、よくね TikTok とかでも結構 SnowMan に単売りしましたとか、SixTONES に単売りしたっていうのを聞いたりとか、いろんなグループに単売りしているっていうのを聞くんですけど、なんかどんどん嵐のファンが減っていってっちゃう。でもなんかずっと好きな人は好きでいると思うんですけど、私も単売りするっていうことはないかなとこれから先思っています。嵐を超えるグループは自分の中ではないって思っているので、なので他のグループをよく好きになったりとか、今までもそうなんですけど、好きになったことがあったりとか、今も他に好きなグループはいるんですけど、でも嵐は特別だし、その他のグループとかは結構単折りちょこちょこしていたりとか、その時期によって好きなグループっていうのは違ってきているんですけど、嵐はずっと好きっていう感じなので単折りするっていうことは私はないかなって思います。私は嵐の中で一番翔くんが好きで、もうずっと翔くん以上に好きになった人がいないっていう感じで、嵐も好きっていう感じだったんですけど、なんか最近思ったのが、翔くんだけいればいいって思っていたんですけど、でも嵐5人でいるのが自分的に好きだったりするので、すごくそれがなんか悲しいっていうか、そういう感じで、なんかその悲しいって、なんか嵐がいないっていうのが思っているというか、実感したのが This is 嵐の松潤の最後の挨拶で、なんか松潤が泣いていたので、そこですごくなんかそういう感じになったというか、でそこからずっと嵐ロスっていう感じで、なんか2021年明けてからずっとそういう気持ちで、なんか新年明けてもなんかやることもないし嬉しくないっていう、なんかいつもだったら、毎年だったら新年明けたら楽しいこともたくさんあるしっていう、なんか嬉しい気持ちだったんですけど、2021年明けてからそういう暗い気持ちに自分的になっちゃって、結構嵐ファンの方でもそういう方がいるみたいなんですけど、なんか私はそんな、なんかその聞いているすごいひどい人の中ではそんなんでもない、なんか体調崩したりとかっていう方もいるみたいなので、なんか私的にそんなにストレスは感じないタイプなのでっていう感じなんですけど、そんななんか私でもそういうあんまり熱中とかもしないっていうか、飽きやすかったりとか、あとそんなになんか引きずらなかったりする私でも抜けている感じっていうのが今でもずっとっていう感じなので、嵐は本当になんか自分の小さい時から当たり前にいた存在で、ずっとなんか生活の一部にあった存在だったので、なのでちょっとそういう嵐ロスになっているっていう感じになっています。で、今後違うグループを好きになるっていうこととかもあるとは思うんですけど、でもなんか動画とかで多分そういう動画もアップすると思うんですけど、嵐を嫌いになったとか嵐を単折りしたっていうわけではないので、ずっと嵐は好きでいると思うので、単折りっていうことはないかなと思います。結構単折りしている人が多いんですけど、なんか掛け持ちで嵐はずっと好きでいたいなと思っています。今までもそうだったんですけど、ずっと嵐が好きでいたので、なので他のグループは単折りしていたんですけど、そういうことがないかなって思います。活動再開してくれるまで待ちたいなって、活動再開してくれたらまた応援したいなって思っています。活動再開するまで待てないから好きだけど単折りするっていう方もいるかなと思うんですけど、私はもうずっと待ちたいなと思っています。2020年までは嵐を当たり前にテレビだったりとか CM とか雑誌とかでも見ていたんですけど、それがなくなっちゃって急に2021年から全く嵐を見なくなったりとか、あとはよくなんか外歩いていたりとか電車に乗る時とかよく嵐のポスターとかもたくさんあったりしたんですけど、そういうのを全く見なくなって悲しいって思うんですけど、なんか1月の最初の方だったらなんか JAL の広告とかがたまたま5人でいる広告とかがその私が行ったところにあったりとかしてめちゃめちゃ気分が上がったんですけど、なんか今まで当たり前だったのでそういうのを感じなかったんですけど、今まで当たり前に嵐がなんか街のどこかにいたりとか見えたりとかっていう感じだったので、なんかテレビとか見てても楽しくないなって思ったりとか、めちゃめちゃ嵐ロス、やる気が起きなかったりとか、なんか自分のやる気の元みたいなモチベーションにも嵐がなっていたので、そういうモチベーションがなくなっちゃってなんかやる気が起きないとかっていう方も多いかなと思うんですけど、私もそんな感じになっています。で結構もうなんか何ヶ月か経ったらそういうのを忘れたりとか、もう嵐降りるとか嵐のことを応援しなくなったりとか好きじゃなくなったりするのかなって思っていたんですけど、今のところ全然そんなことはなく、ずっと嵐ロスっていう感じで、なんかたまに音楽とか流れてきたりとか、まあ、そういうちょっとなんか悲しいような歌詞とか、なんか今の嵐と重なるなみたいな歌詞の曲とかが流れたりすることがあるんですけども、そういうのとか嵐のことを考えるだけでなんか泣けてくるっていうか、涙が出そうになるっていう感じですごく悲しい気持ちに今なっているんですけど、なんかもう少ししたらそういうのもなくなるかもしれないんですけど、なんか This is 嵐の最後のライブを見てなんかそういう気持ちが強くなったというか、そんな感じになっています。なんか活動休止になる前、普通に活動していた時は翔くんがいるから別になんか嵐降りてもいいかなみたいな思っていたんですけど、でも嵐は降りないのかなと今自分の中で思っています。で今までだったら嵐が活動していた時だったらこの日コンサートがあるからこの日まで頑張ろうとか、あとは番組が今日あるから今日は一日頑張ろうとかっていうモチベーションにすごく嵐がなっていたんですけど、そういうのがなくなっちゃったんですけど、今の私のモチベーションは戻ってくる時まで自分も頑張ろうって思っている感じでモチベーションを保っているっていう感じで、今私の中で目標があるんですけど、まあ動画では言えないかなっていう感じなんですけど、その目標に向かってそういう自分になれるように、少しでも嵐に近づけるように、その帰ってくるまで、嵐が活動再開するまで頑張ろうっていうモチベーションになっているので、それまで頑張ろうかなって今思っていて、それをモチベーションに頑張っているっていう感じになっています。なのでなんか皆さんも今やる気が起きないとか、なんか体調が悪いとかって思っている方は、多分今まで単折りしていない方は今後も単折りすることはないのかなって思うので、まあなんか何年も経っちゃったらもう、なんていうんだろう、心がなんか嵐にないというか、そういう感じにもなっちゃうかもしれないんですけど、私も何年もっていう風になるとわかんないんですけど、気が変わっちゃうかもしれないんですけど、でも、翔くんがずっと好きだし、翔くんをなんか降りたりとか、翔くんを嫌いになったりとかっていうことはないと思うので、もうなんかずっと憧れっていう存在だし、そういうのは絶対ないかなって思うので、なので嵐を降りることもないかなって思うので、その嵐が活動再開してくれる時までっていう自分が頑張れるモチベーションにして頑張っていきたいなと思っています。なのでなんかふとした時に悲しくなったりとか、今モチベーションこんな感じでやっているんですけど、ちょっと悲しく歌聴いたりとかしたらなったりする時もあるんですけど、それをなんか最近はモチベーションに頑張ろうって思うようになりました。で、なんかいろんなネットニュースとか見てたりとか、Twitter だったりとか見ていると、いろんな嵐のことに関しての説とか出ていたりとか、活動再開しないとかっていうのもあると思うんですけど、なんかまたその活動再開しないっていう風になると悲しくなっちゃうと思うんですけど、活動再開すると思っているので、してほしいなって思っているので、それまで頑張りたいなって思っています。で、またなんか活動再開してくれたら、これからまた応援したりとか、ずっと好きでいたいなと思っています。で、活動休止、前は感じなかったことなんですけど、活動休止になってから改めて感じたというか、初めて実感したことになっているんですけど、嵐がいない枠というか、嵐の、なんか私にとって嵐の存在を埋められる他のグループとかはいないなって、他のグループでももちろん好きなグループたくさんいるんですけど、でも嵐を補えるグループだったりとか、嵐の空白の部分とかを補えるというか、そういうグループはいない、私にとってはそんな感じなんですけど、なんか嵐はやっぱり自分にとっては特別な存在で、嵐は一緒に成長してきたというか、嵐が普通にいながら成長してきたっていうのもあったり、ずっと嵐がいたっていうのもあると思うんですけど、なので、その空白はなんか埋められないなって思いました。なので嵐ってすごく自分にとって大切だったりとか、当たり前であった存在だったんだなっていうのを最近実感しました。嵐ってやっぱりなんか嵐のようなグループっていないし、本当にすごい存在なんだなっていう感じに今思っているっていうか、やっぱり自分にとってはそういうずっと好きなグループが嵐で、嵐と一緒に成長してきたみたいなのがすごく大きくて、嵐は特別っていう感じだと思うんですけど、なんか他のグループだったら、私の中では平成ジャンプとかセクシーゾーンとかが、なんか平成ジャンプは初めて好きになった、ジャニーズの中で初めて自分の中で好きになったグループで、嵐はなんかママとかが結構見ていて、でずっといてっていう感じで、なんかその後ちょっと自分も好きになったっていう感じで、最初に好きになったのが平成ジャンプだったんですけど、なんか平成ジャンプもすごく自分にとっては初めて好きになったグループだし、なんか嵐みたくずっと割となんか好きっていう感じのグループだし、セクシーゾーンも結構そういう感じで割となんかずっと好きっていうか、そういう感じなんですけど、なので、でもその中でも嵐はなんか平成ジャンプが一番初めて好きになったグループっていうのもあったんですけど、なんか嵐はずっとそこから好きになってから好きだったしっていう感じのグループなので、すごく特別な存在なのかなと私的に思います。で、嵐は4人メンバーは普通に活動しているんですけど、なんか5人でいる時がすごく好きっていうか、そんな感じなんですけど、なんか松潤が「This is 嵐」の最後の挨拶の時に、寂しい時とか嵐の曲を聴いてくださいみたいなことを言っていたと思うんですけど、でも私もすごく嵐の曲をなんか活動休止になる前以上に今聴いていたりとかしているんですけど、でもなんか寂しい時に聴くと余計に寂しくなっちゃうというか、余計になんか嵐活動再開してほしい、嵐を見たいっていう。5人でいる嵐を見たいっていう風に思っちゃうので、なのでその曲を聴くだけで寂しさは埋められないのかなって思うので、聴いて埋めるというより早く活動再開をしてくれたら寂しさがなくなるので、その活動再開を早くしてほしいなと思っています。やっぱり過去の曲もすごくいい曲だし、なんか自分の寂しさも少しは埋められたりとかもあるかもしれないんですけど、なんか余計に聴くと寂しくなっちゃったりとか、あと最新のものがなかったりとかするので、そういうのを考えてふとした時に寂しくなったりとか、余計になんか悲しくなったりするっていう感じなので、とりあえず早く活動再開をしてほしいと思っています。はい、ということでね、こんな感じでいろいろ話してみたんですけど、私が嵐ロスなんですけど、モチベーションだったりとか、私はこういう風な心境ということについて話してみたんですけど、こんな感じで以上です。はい、ということで今回は私今嵐年ということでいろいろ語ってみたんですけど、こんな感じになっています。多分他にも嵐年っていう方は、この動画を見てくれている方はたくさんいるかなと思うので、もちろんなんか嵐降りたっていう方だったりとか、なんかグッズを売りますみたいな TikTok とかでもよく見るんですけど、そういう方もね、すごく多いみたいなんですけど、なんかその気持ちもわかるというか、なんか嵐が戻ってくるまで待ってる自信がなかったりとかっていうのもすごく分かったり共感できることもあるんですけど、でもなんか嵐が活動休止になっている、再開するまでっていうのは特になんかただ待っているだけっていう感じなのでずっと私は活動を再開してくれるっていうのを信じて待っていきたいなと思います。それをモチベーションにこれからも頑張っていきたいなと思っています。ということで、この動画を見て皆さんに少しでも共感をしていただけていたら嬉しいなと思います。活動再開をもし嵐がした場合、多分また戻ってくるファンの方とかもいるかなって思うんですけど、また嵐関係の動画も楽しみにしていてください。ということで、私の動画ではハイブランド公認品紹介だったり、ジャニオタ関係の動画、Vlog、いろんな動画を毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。